皆さんこんにちは、まめです。今日めちゃくちゃ久々にボイシーも更新しました。今日のテーマはビットコインとアップルのお話。最近急に価格が上がり始めたビットコイン、どうして上がっているのかというお話と、もうすぐ開催されると噂されているアップルのイベント、そのあたりを詳しく解説しています。よかったら概要欄にリンクを貼っていますので聞いてみてください。もし気に入っていただけた場合はフォローもしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで本日の本題に行きましょう。今日話しておくべきアプリについてご紹介します。それでは行きましょう。本日、東日本大震災からちょうど10年となります。大きな被害があり、今もなお避難している方がいらっしゃるわけですが、そんな大震災の記憶を原動力として開発された私たちの身を守るための素晴らしいアプリをご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。アプリの名前は特務機関ネルフ防災と言います。もしかしたらすでにご存知の方もいるかと思いますが、災害情報、災害速報の通知をめちゃくちゃ早く受け取ることができるアプリになります。アプリ評価は2878件で 4.6、 優秀ですね。レビューでもとにかく通知が早いとありますが、僕もいくつか緊急速報アプリを入れていますが、確かにこのアプリは最速で通知してくれます。開いていきましょう。まずはじめに設定しておいてほしい項目があります。メニュータブを開いてプッシュ通知、設定を開くをタッチしましょう。すると設定アプリが開くので、位置情報をタッチして常ににチェックをつけてください。こうすることでこのアプリは常にあなたの位置情報を取得できるので、現在地を元にした速報を流してくれるようになります。バッテリーへの影響はかなり少ないので、必ず常にチェックをつけましょう。また同様の理由で正確な位置情報もオンにしてください。一つ戻って通知をタッチ、重大な通知を許可をオンにしましょう。こうすることでいざという時は iPhone がマナーモードであっても速報が通知されることになります。また通知方法はできれば全てチェックをつけておきましょう。設定しておきたい項目は以上となります。アプリに戻りましょう。このアプリは災害専門のアプリなので、地震だけではなく天気、津波の情報も知ることができます。現在地を元として速報を通知してくれますが、事前にエリアを登録しておけば、そのエリアで何かがあった際にも通知が来るようになりますので、例えば実家が離れているような方は実家のエリアを登録しておくなどがいいかもしれませんね。エリア登録はホーム画面の右上のプラスボタンから行うことができます。またタイムラインタブはここ最近の注意報や警報、災害情報を時間軸で見ることができます。こういう見方ができるのも珍しいですよね。レーダータブは雨雲や台風の動きの予測を見ることができます。スクロールして時間を切り替えることができますね。またこちらのレイヤーマークを押せば、雨雲や大雨危険度、台風などを切り替えることができるようです。天気予報タブはそのままですね。メニュータブを押すとサポーターズクラブ入会案内とあります。有料会員ですね。このアプリは基本無料で使えるのですが、サポーターズクラブに入ると、例えばエリア登録数を3箇所のところを6箇所まで増やすことができたり、新機能が正式リリースされる前に優先的に試すことができるようです。このアプリを応援するという意味でも有料会員になってみるのもいいかもしれませんね。以上、 iPhone には元からキャリアによる緊急速報が通知されるようにはなっていますが、何らかの理由でキャリア通知がされないといったことも考えられるので、冗長化という意味でもこのようなアプリを入れておくとより安全かと思います。それではまたお会いしましょう。